農地が守れて初めて集落が成り立つんだなと思う。見渡す限りみんな見えるから、だからね、みんなあの親戚みたいなのもみんな一つになって協力し合ってる。食べてみてね、味が違うんで、粘りがあるんで一番。お米を通してね、障害を持っている人たちや施設同士をつなげていったりとか、それが荻野島の米っていうのは、まあ僕にとってはまだ嬉しいなっちゃう。やっぱり一人の力よりも、まとまった力ができるからね。湧き水を使ってきちんきちんと作っていけば、それが本当はね、食料なんじゃないかなって。